なんかずっと飛び蹴りされてる気がする。私は両方受けたいのに、さすがにダイヤフル装備でも、そろそろ痛くなってきたんだけど。よし、こんな感じで、他の色も設置してー。あとは猫ちゃんを定位置に戻そう。本当に猫用の座布団を準備するとは。有言実行タイプなので。じゃあ早くジャングル見つけてきて。それはまた今度。有言実行とは。よしよし、カラスさんの座布団も作ったよ。そこまで作ったなら自分の分も作ればいいのに。まあ私はあんまり座らないからね。ということで拠点の中の猫ちゃんハウス、無事完成です。よーし猫たちのことは任せろ。と言ってるので私は次の作業に入ろうかな。次の作業ってことは、ついに白ワニの孵化チャレンジかな？それもやりたいんだけど、ちょっと紹介したいものがあるんだよね。これは、前回設置した祈り像？そうそう、この祈り像なんだけど、他の種類もあれば見たいってお便りが来てたから紹介します。まずは作り方から、と言っても、ただ石像と指定されたブロックを合わせるだけなんだけどね。へぇ、こんな簡単に見た目変えれるんだな。そして設置したイメージがこんな感じ。王冠だけ明るさが。そりゃ王冠だからね、光っちゃうよね。いや全然理由になってないけど。それじゃ次はエミューの卵について。そういえば、料理に使えるんだっけ？うんうん、貴重な食料だから大事にしな。間違って投げちゃった。おいー。だ大丈夫。まだ卵は4個あるから。で、焚き火に卵置いたら何になるの？ゆで卵だよ。ゆで要素どこ行った？はい、エミューのゆで卵が完成しました。本当にゆで卵？本当にゆで卵だって。ああ、本当だ。それじゃ早速食べてみよう。ふむふむ。なるほど。美味しいけどせっかくならもうちょっと手の込んだもの作れないかな。それはつまり、私に料理してほしいってことだよね。なんか既視感が。ということで、久しぶりにやってきましたお料理タイム。それ前のシリーズなんだよな。最近急に暑くなってきたから、食べると涼しくなるような食べ物を作るぞ。これ動物がメインのシリーズなんだけど。それじゃ作業開始。聞いてないや。さてと、まずは材料の調達だな。それって時間かかったりする？いや、回収するのは牛乳だけだ。他の必要材料はもうすでに持ってるからね。ああ、よかった。今回まだやりたいことあるからね。ということで登場まな板だ。作業台ね。まずはガラスを使って器を作るぞ。あとは簡単、卵に砂糖と牛乳、そして雪玉をグラスに入れれば、アイスクリームの完成。どうだ、美味しそうだろ。確かにこれは美味しそう。そして思ったより時間かからなくてよかったー。簡単に作れるいいデザートだが、ちょっとサイズ小さいのが難点だな。まあ食べすぎるとお腹壊しちゃうから。それでは実食。ふむふむ。うん、冷たくて美味しい。お？なんか幸運効果がついたな。それ採取効率アップ？試してみたけどどうやら違うっぽいかな。なんだ残念。それじゃ私のターン。このカンガルーさんのロジャーって名前、ムキムキカンガルーさんとして有名だったみたい。なるほど、それで追悼の意味も込めて天使の輪が。うんうん、そして今回はそんなカンガルーさんのパンチとキックを受けてみようと思います。自ら行くとは物好きすぎる。そしたらまずはメサへ出発。カンガルーさんは中立モブだから、攻撃を受けると反撃してくるみたいなんだよね。果たしてそのキック力やいかに。あんまり痛くないといいな。ねえ群れでいるけど、これ全員で襲ってこないよね。まっさかー、きっと大丈夫でしょ。それでは、ちょっとごめんね。おっお、反応あり。ねえもう一匹も反応してない？いや追ってきてないから大丈夫。さあ来い。ふむふむ、そこまで痛く、ないかな？忘れてるかもしれないけど、今それダイヤフル装備だからね。そうだった、そりゃ痛くないわけだよ。ねえこれキックはされてるけど、パンチしてきてないよね？そうだな、なんかずっと飛び蹴りされてる気がする。私は両方受けたいのに、さすがにダイヤフル装備でも、そろそろ痛くなってきたんだけど。今のパンチだよね？パンチだね。よーし満足、絶対だー。カンガルーさんのパンチとキックも見れたから、砂漠探し再開。さあ寄り道せずに行こう。むむむ。もう寄り道ですか？だって何かいるよ。これはまさかツチノコ？いやいや、さっきの鳴き声聞こえただろ。きっとこれはガラガラヘビだ。だってガラガラヘビって尻尾にガラガラついてるよね。もしかしてこれがガラガラ？みたいだね。かわいい。尻尾も顔もデフォルメされすぎじゃない？でも毒はちゃんと持ってると思うぞ。もしかして近づくと。運予想通り、絶対。まあ多分その毒で死ぬことはないだろうね。よかった、あのガラガラの中身どうなってるんだ。
ちなみにガラガラヘビは懐かせることはできないらしい。あ、そうなんだ。あとロードランナーっていう鳥が天敵みたいだな。おお、なんかかっこいい名前の鳥さんだね。そして仲間にはできないけど、とりあえずゲット。一匹じゃ寂しいからもう一匹連れて帰ろう。連れて帰るのはいいけど、まだ居場所作れてない動物たくさんいるんだからね。今度こそちゃんと作ってよね。もちろん。おっお、砂漠村発見。そしてその横になんか動物さんも発見。あれはわかる、ゾウさんだ。まあ見たまんまだよね。いやーかわいいね。この間行商人が売っていたアカシアの花があれば仲間にできるらしい。そうだったの。ああ頑張って取引しとけばよかった。またの機会だな。見て見て、なんか鹿さんみたいなのがいる。あれはガゼル。友好的なモブで群れでスポーンすることが多いそうだ。もう見た目が友好的だよね。とってもかわいい。親子の散歩に同行。ストーカーかな。怪しいものではございません。犯人はみんなそう言うんだよ。だって小さくて可愛いよ。こんなのついてくでしょ。おまわりさん、この人です。おお、ついに砂漠発見。サバンナも動物がたくさんいたが、砂漠じゃないとアルビノワニはゲットできないからな。うんうん、ちなみにモンボの空きがあと一つしかないから、砂漠限定の動物さんを何か見つけて帰りたいと思ったら、鳥さんみたいな生物発見。どちらかというと昆虫じゃない。見なかったことにしたい。え、絶対襲ってくるよね、と思うじゃん。あれはオーベッコウバチと言って、まさかの中立モブだ。あの見た目でネザーのあれを思い出すんだけど、あれはトラウマ級だな。まあ別にこのまま帰っても問題ないもんね。目の前に新種の生物がいるのに放置で帰るのか。観察させていただきます。あんまり虫は得意じゃないんだけどな。むなんかもっと興味をそそられる動物さん発見。これは鳥だな。待て、逃げるなー。もう逃げ道はないよ。よし、よくわかんない鳥さんゲットだぜ。これはロードランナーという鳥で、移動が速い特徴がある。あとガラガラヘビを見つけると攻撃するらしいぞ。そういえばヘビさんの天敵はロードランナーさんって言ってたね。そうとわかれば、その場面ちょっと見てみたいよね。まあ確かに気になるけど、ああ本当に攻撃してる。なんか、バジリスクみたいだね。それ通じる人いないと思うよ。おお、ロードランナーさんの勝ちだ。天敵にはかなわないか。ということで、無事最後のモンボでロードランナーさんゲット。いやー昆虫じゃなくてよかったー。今回連れて帰らないだけだからね。今いる動物さんたちのスペース確保したら、絶対連れ帰ってもらうからね。もちろん、砂漠にはアルビノワニさんの深みも来ないといけないからね。あとそろそろ溜め込んでる動物さんたちのお家も建てないと。次回は建築会かな。まあ冒険したくなったら行っちゃうかもだけど。いやこれ以上お家のない動物さんが増えても。大丈夫。ちゃんと建築もしつつ探検しようと思ってるから。まあ、これまで毎回寄り道してるから、冒険会になっても驚かないけど。じゃあ建築延期する？いやどんだけ寄り道好きなんだよ。義務だからね。